ケンジです。台湾空港にいます。これから大阪に帰るんですけども、そこでせんべろしようかなということです。100元で100元で、これが120元ということは320元、320元です。だから1000ちょっと超えますけどね。これは春雨の麺です。でこれは野菜です。これは何か分かりません。ビールは両方飲もうかなということです。ちょっと飲んでますけどね。さっき生放送してすぐ終わっちゃってすいません。あ、うめえ。飛行機が遅れまして、だから相当待たなダメなんですよ。でもしゃあないですけどね。で次はスーパードライ行きますよ。スーパードライ、スーパードライのが味が濃い。日本の中でもスーパードライって言うたら喉越し勝負じゃないですか。その中でも台湾のビアに比べたらこっちの方が味が乗ってるような感じがします。うん、お野菜しっかりと取らないとね。味がすごく乗ってるから、これだけでビールは飲める。おかずや。いただきます。あっさり、たけのこ、この台湾というのはこうお皿を持って食べるっていうのがなくてですね、全部こうスープはレンゲを使って飲みますけど、ついどうしてもケニシはお皿こうする癖があります。あっさり、ミンチボールっていうか何でしょうね。顔なしのみんな、これはスーパードライ。ちょっとこれがね、これは見た目が団子なんだけど、食べたらマジでウインナー、カモなしウインナーです。こちら、こちらはきっとね、お豆腐ですね。ダイエット味方、卵。なんでしょうね、これ。この豆腐みたいなのいただきます。高野豆腐や。高野豆腐に八角の味がする高野豆腐。このスーパードライ、後ろ見たら有害健康とか書いてるわ。有害健康、要は量を取りすぎると健康を損なうよっていうことでしょう。台湾料理もおさらばや。これ食べたら高いの。うめえ。プチトマト、ギューッとした濃縮したトマトのうまみ、この初めて食べました。なぜプチトマトを濃縮させて少し甘みをつけたような感じ。皮取ってますんで食べやすいです。卵、味がすごく旬んでる。台湾で電気鍋の中に卵いっぱい入れて売ってるんですよ。あ、コンビニでね。それが無性に食べたくなります。これはスーパードライ。すごい反発する。噛んでも噛んでも反発する。この反発力なんだろうね。噛んでね、バーンってこうすぐバーンってなるの。あとトマト2粒あります。でビールも一口ずつ置いてます。まさかこのトマトが美味しかったのね。最後はでかいプチトマ。これ何なんでしょうね。すごく美味しいです。トマト、トマトです。プチトマトです。台湾ありがとう。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。